今ちょっと実験的なことをYouTube 動画で撮影しながらこれをやってます。どうも竹次郎です。 YouTube 動画でも何度かお伝えしていることなんですけれども、私 SNS をいくつかやっております。最近僕が一番よく使ってる SNS っていうのがですね、Instagram なんです。一眼で撮った写真を Wi-Fi で飛ばして取って出しするみたいな使い方を、してるんですけども、その Instagram がですね、1月19日からどうやらライブ配信に対応したということがですね、アプリの通知の方に来ていました。ツイキャスとか、Facebook ライブみたいになんか録画ができないとかね、最長時間は1配信で最大1時間までっていうその時間制限があるっていうことは分かったんですけど、スマートフォンのアプリでやるライブなので、どれぐらいパケット量を使ってるか、電池の減りはどうなのかとかね、ちょっと分からなかったので、今日はですね、実際にインスタライブをこれからやり始めてですね、どのくらいのパケット量になったか、どれくらいの電池を使ったかっていうのを検証していきたいと思います。では早速インスタライブ開始していきたいと思います。今僕の iPhone5S は、電池の容量が 94% になってます。この 94% から1時間配信してどのくらい減るかで、減った量で、どのくらいの電池を使うのかなっていうのを、ちょっと見ていこうかなと思います。そしてですね、これ iPhone の設定の画面なんですけれども、モバイルデータ通信の使用状況、今リセットしました。現在までの合計0バイトになってますね。これからライブね始めるんですけども、どのくらいの通信量を使ったかっていうのはここで確認していきたいと思います。それでは始めていきましょう。今インスタグラムを起動して、ストーリーの画面に入りました。ストーリーの画面に入ると通常とかね、ブーメランとかあるんですけど、これ一番左側にライブっていうのがあります。で、このライブ配信を開始っていうのを押すと、ライブが開始されるということですね。では押してみましょう。はい、押すと接続を確認中ですって出ますね。はい、3、2、1、はい、これでライブの始まりですね。で、これライブが始まるとみんなのところにライブ始まりましたよっていう通知が行きます。あ、誰か来ましたね。はい、誰でしょう。で、ここのなんかこれをタップするとカメラがね、こっちに来ます。こういう風に、ライブしてる僕の超アップですけど、こうやってライブ、してる感じになってます。あ、一人いたのにいなくなっちゃった。この状態で1時間、配信をずっとやってみようと思います。なんか変な感じですね。 YouTube の動画も撮りつつ配信もしてるって今日は見に来てくれてる方が少なくても1時間流しっぱなしにしたいと思います、はい。昨日ね、気づいてすぐ撮ればよかったんですけどね、ちょっとでも昨日の配信の内容はあんまり大きな声を言えないようなことを結構言ってたんでね、ちょっとあれですけど、ちなみに僕のこの配信してる時の音声状況とか、その動画の画質とかってどうですか？僕まだ誰かが配信してるやつを見たことがないんですよ。だからどのくらいの画質でこう受信できてるかっていうのもまだ分かんないんで、ね、あ、ノイズはないと。あ、じゃあ結構クリアに音はいってるんですね。フェイスタイムみたいな感じ。あ、ってことはフェイスタイムくらいの画質が出てるってことなんですね。結構画像は綺麗にいっているみたいです。これ今実は YouTube の動画を収録しながら配信をやっていますこの一眼で撮って、こっちのうちのテレビに映ってるのをこう出して確認しながら動画を撮っている。いつものこれいつもの YouTube 動画の収録スタイルですこれ、はい、こういう風にやってます。でですね、もう残り2分ぐらいになったらですね、
こういう表示が出ます。ここに残り1分24秒23秒22秒ってこう減っていってますよね。こういうのが出ます。ちょうど配信してから1時間ぐらいですね。今これ配信見てる人何のこっちゃと思ってると思いますけどはい、はい、そんな感じで、無事に1時間の配信を、終えることができそうです。残り45秒です。はいあ、そうですよね。見てる人側にはこの残り時間っていうのは出ないので、こっちでその都度言ってあげないといけないんであれなんですけど、はい、残り30秒です。はい、インスタライブやってみた。ぜひやってみてください。結構簡単なので、はい、はい、ということで残り10秒です。はい、皆さん今日はありがとうございました。長丁場、はい、ということで YouTube 動画お楽しみに。さようなら。あ、終わっちゃった。ということでですね、これで1時間の配信が終わりました。さあ、どのくらいの電池を使ったかまず見てみたいと思います。94% だったかな、最初あったのが今 24% まで減りました。1時間で 70% の減少ということですね。ではパケット量を見てみたいと思います。さあ、どれくらい1時間で配信で使ったのでしょうか。はい。516MB という結果が出ました。1時間配信して500MB ちょっとぐらい、ということはこれを60で割ると 8.6 という数字が出ましたね。1分間60秒の配信で約 8.6MB 使っている計算になります。1分間で 8MB って結構量多いですよね。ということでですね、このような結果が出ました。1分間に 8.6MB という通信量は結構な量なのかなと思います。まあ、ただですね、配信中に、まあ、見ていただいている方に確認したところですね、画質的にはフェイスタイムをやるときとあんまり変わらないよっていう答えがいただけたので、意外とその高画質で配信ができているのかなという感じがします。1時間丸々配信したいという方はですね、Wi-Fi 使った方がいいと思いますね。今僕は20ギガのね、大容量の通信をやっても大丈夫なプランになっているので、今日こういう実験やったんですけども、いつも通りの7ギガとかの制限でかかっちゃう人とかは Wi-Fi を使うことをお勧めします。そしてバッテリーの消費量なんですけど、1時間やってバッテリー切れまでギリギリっていうところでしたね。1時間バッテリーなくても配信はできるんですけど、配信終わった後もう電池カツカツになっちゃうんで、モバイルバッテリーとかの、用意をしておいた方がいいと思います。まあ、外から配信する場合は、まあ、そういうことに気を使った方がいいかなっていうことですね。まあ、屋内とか自分の部屋でやる場合は、まあ、電源をつないで配信した方がいいかなという感じでした。ということで今日はですね、インスタライブのことについてやってみましたけどね、お試し配信とかやってみてね、皆さんといろんなコミュニケーションが取れると楽しいのではないかなと思います。僕もこのインスタライブ結構気に入ってるので、今後は、インスタライブでいろいろ配信をやっていこうかなと思っていますので、説明欄に、僕のインスタグラムのアカウント載せておきますので、よかったらフォローしてください。はい、ということで今日はインスタグラムのライブ配信、インスタライブについてお伝えしました。したっけねー。